十二代目、市村うざいもんの、大江稲葉之助。天保六年二月市村座の、梅初春五十三駅より、歌川国吉が。十二代目、市村うざいもんとは、江戸時代後期の歌舞伎役者で、江戸市村座の座元。拝名、柿津、野豪は立花屋。縄門は、根上がり立花。市村座の座元十一代目、市村うざいもんの次男。はじめ市村と夜松。 後、市村亀之助と名を改め、文政元年11月に、子役として舞台に立つ。文政3年7月に、父が死去し、同年11月に十二代目、市村宇左衛門を襲名。囲碁座元と役者の双方を務めた。天保12年10月、隣接する中村座が失火により全焼、隣接する市村座にも累承し全焼した。これを機に、森田座を含む三座は、 町部行所から浅草猿若町に移転を命じられる。嘉永4年4月、実施の市村黒江門に13代目、うざいもんの名と座元を継がせ、自身は5代目、市村竹之城を襲名し舞台に専念するも、同年6月、病により死去した。上品な顔立ちで、私生活では、成田山詣でをするのに、大勢の奉還や芸者を伴い、そのついでに宴会をするなど、派手な遊びで、 江戸市中の話題を集めた。ありがとうございます。